はい、今回は、鶴田六段対鈴木歩み、七段の碁を、見ていきたいと思います。はい、本戦出場がかかった大一番ですね。鈴木さんの白番です。そうですね、若手の碁ではね、珍しく小ゲイマに滑りましたね。それで肩というね、そうですね、趣向ですね。これはこうやるとこう押さえ込もうっていうことなんでしょうかね。で、羽つなぎのこうなって、まあこういう別れとかでしょうかね。あまりね、白も嬉しくない気もするんですけどね。まあどういう予定だったのか。こうやって戻るんですね。まあ、伸びだとこのように打って滑るっていう形が多いですかね。これもあると思うんですけど、今回は戻りまして、切ったと。これ一応こうやればね、取れるんですけどね。こうやって、まあ、手順難しいですけどね、このような感じで取ることはできるんですけど、これはいろいろ聞かされて、ちょっとここも気持ち悪いっていうことでしょうかね。まあ、ここで打つと、これは抜くでしょうかね。で、こうやってと。例えばこんなような振り返りとか。こういうのもあるかもしれませんけど、今回は伸びで打たれまして、このような別れとなりましたね。これもまあ新型に近いですけどね。これはシチョウあたりも兼ねてますね。手抜きになって、手厚く、押しを決めて3-3ですね。まあ、黒は結構ね、足早で、黒も打てるんじゃないかなと思いますね。帽子。どちらかというと黒持ちですかね、この今までの別れからすると。これこうやると、まあこのような形がね、ちょっと気になるんですよね。こうやるのも辛いですからね。で、ここに変わっていきました。下がりを決めて、ここまで挑んでいきましたね。ここでこのようにね、実利を取るっていうのも大きく見えるんですけどね。これもあるかなと思うんですけど、なかなかここ一手ではね、囲えないので、こういうのではね、なんかこう消されてもね、間に合うかどうか不安ですけどね。これと変わるんですね。まあ、黒は形ができましたね。そうですね、この辺りから黒の流れがいいですかね。ここにね、継がせることができればね、黒としては満足ですね。3目取りながら生きて、ここも
そうね、そんな被害なくね、生還できて、はい、こうなったらね、黒いいでしょうね。うん、これを取るしかもうないんですけど、そば粉がね、たくさんあって、黒はなかなか、はい、心配ない形に見えますね。はい、ということで、ここで投了となりましたね。はい、ちょっと部分的にも、あれですかね、こうなって、ちょっと取るまでがね、ちょっと大変っていうような感じでしょうかね。はい、ということで、そうですね、残念ながらね、女性のね、本戦出場が、はい、ならなかったということで、はい。はい、またね、最近はね、こういうチャンスがね、本当に多いですからね、はい、勝ち上がってくることが多いのでね、はい、また次回、期待したいと思います。はい、それでは、この辺りで終わりにしたいと思います。はい、それでは、失礼します。